はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイ。今回は何するんだっけ？何するんだっけ？覚えてないね。とりあえず朝だね。思い出した。木を切りたいんだよ。木を切りたいんだよ。これ取って。で、まあ、9個でいいかな。とりあえず9個でいきましょう。で、スパイク。で、マックス。10個しか作れねえ。とりあえずね、この拠点。この拠点、今のまんまじゃやばいんで、強化していきたいと思います。もうフェラルなんでね。あれ？だいぶやばいんじゃない？ 想像以上にフェラル近かったかも。まあいいや。で、こっちどうしよっかな。こっち30じゃ埋められねえしな。まあいいや。でね、外側を囲おうかなって思ったんですけど、ちょっとね、間に合わない気がするんで、予定を変えます。うわ、いきなりゾンビいるやん。うわ。オッケー。死んだこいつ。オッケー。で、間に合わないと思うんで、外側を一応囲いますけど、さらに外周はやらない。なんていうの？本当の予定だったら、ちょっと、今のある壁から外側にもう一枚壁を立てようかなって思ってたんですけど、間に合わないので、外周に、2マスぐらい。2マスぐらいの、フェンスをとりあえず作って、フェンスっていうか、このスパイクを立てて、で、さらに、内側に余裕があれば、強化を入れていこうかな。この木がいいな。この木早いな。早いけど全然ダメだね。種もらえないね。種じゃない、なんていうの。木。やっぱ1000ぐらいのやつ切った方がいいのかな。うわ、もらえる量全然違うじゃん。17とか35とかもらえる。これがいいわ。これにしましょう。太い木を切っていこう。全然こっちの方がいい。ボーナスもでかいしね。羽今なかった、気のせい。次これかな。クラフトもどんどんスキル上がってる。いいね。どうしようかな。本当は内側にも敷きたいんだよね。でもちょっと見た感じだと、なんていうんだろう、あれが無理だったんだよね、場所的に。場所的にっていうか、ね、入り口のそばが、ってこと大きいかな。さあ、小さくしとこうか。OK。入り口のそばが、穴みたいになってたじゃないですか。パイプがいっぱい置いてあって。あれがちょっと無理だなって思って。あそこ本当は埋めたいかな。でも埋める手段がないんで、今は。コンクリート30個40個くらいしか作れなかったと思うんで、ちょっと今回のフェラルは諦めて、次からかな。まあ、こんだけ作ればどうにかなるかな。とりあえずこれだけ作って、あとは、まあ、矢をいっぱい作るかな。だよね。
多分警察官とか倒せないと思うんだ。武器ないし。レベル上がった。ショットガンとか銃系が何もないんだよね今回。前もこんなもんだったと思うけど、とりあえず一段落つけたことにして、どうしよっかな。まあいっか、やってみて考えよう。そうだ、最近というか昨日からなんですけど、実はクリーパーワールド3という別のゲームをちょくちょくやりだしてます。昔フラッシュゲームでやってて面白かったんで、またやってます。なんて言うんだろう、 Steam のあれでセールで見つけてね、買っちゃいました。で、さらに Steam のセールなんですけど、セブンデイズトゥーダイもいくらだったっけな、うわ近い、1000円ぐらい、1100円かな、ちょっと安くなってた気がします。多分4日ぐらいまでかな、1月の、もし興味がある人は買うのもありかもしれないです。あ、そうだ、コーヒー植えなきゃ、コーヒーも植えなきゃね、忘れてたな。うー、こっちに置いとけよ。一本なんかいっぱいあったもんね、クワ。一本あっちに入れとこう。この種も入れとこうか、持っとこうか。よいしょ、こちら、こちら、クワ持ってね。ポテトを全部、ポテトシードにします。 OK、多分クワこっちだよね。あれいっぱいなかったっけ、あるじゃん。じゃあ質の悪いやつを上に持ってこうかな。よし。あー、でもフェラル来るんだよな。フェラルの巻き添いならないかちょっと心配だな、ここ。なんで絶対巻き添いにならない場所に持ってっとこうか。多分ここ、いや、家のそば絶対巻き添いになる可能性あるわ。畑作った方が早いけどな。ここまで来るなら畑作った方がいいな。違う、作る、違う、手がない。いや、ここに植えよう。ちょうど草もいい感じだし。当たんねえ。OK。簡易的な畑作りましょう。こっちに作ってさ、わからんくならないかな、大丈夫かな。忘れちゃわないかが心配だよね。その時はその時か。オッケー、そして次ここ、いいね。まあこんだけ耕せば十分じゃないかな。そしてコーンはいい。そうだ、コーンも植えないといけないね、忘れてたね。足りないな、明らか足りないな。あ、前、うわ、そっか、ちょっと待って、これミスった、順番ミスった。26秒か、ちょいとかかるね。何個できんの？ 6 個？本当に？
タブの子だね。2、3、4、5、6はぴったりかも。OK。あ、これちょっと壊しときたいかも。石か。石なのか、砂利じゃないのか、これ。マジか。今回から石になっちゃったんだ、これ。そうか、そうか。そういう扱いか。それはちょいと想定外ですね。で、コーンも植えないといけない。30本。30は多いな。こっちかな、やっぱり。いいね。これは回収楽だぞ。やったじゃん。これは回収楽だぞ。あ、違う、待って。ウッドのレシピのスパイクで検索した方が早いな。何個ぐらい？ 100 ぐらい。よし。残ってるよね、あと1000。よし。これで本とか出てきてくれたら嬉しいんだけどね。出てこないからな。そういえば、スパイクトラップさ、ウッドスパイクだ。ナーフって、なんていうの、弱体化されたんだよね。ウッドじゃないな、なんっけ。ゴアブロックだ。ゴアブロックが出なくなったんで、今。ちょっと、オフにされてるんで、ゴアブロックが。その都合上、今、ナーフされてるんです。ナーフ弱体化ね。本当はゴアブロックがあるから、これがあっても、ゾンビは、ガンガン攻めてこれるんですけど。今、コアブロックがないんで、思うように攻めてこれないんだよね。思うように攻めてこれないっていうのは、どれぐらいのレベルを指すのかが俺は分かんないんだけど、やってみてないから。邪魔。何？クラフティング。ミスククラフティングか。まあ、細かいもののクラフトスキルが上がったね。その他のクラフトって。いいね、これ。周りあれ、草生えないようになっているのはありがたいね。1ブロックだけでつっても。おかげで1マスだけやればいいから、今は。表の木切ろうかな。邪魔だよな、あれ。切りましょうか。切ろ切ろ、これ邪魔。結構硬いな。スタミナないから今もったいないかな。よし、これ置いとこうも。ここどうしようかな。ここだけちょっと内側に置くか。もったいないけど。出口だ、出入り口だしね。上に置けたりすんの？置けないか、さすがに。出るだけか。
えず置こう。回収ってできない？できねえ。まあ、ところどころ飛び出てて防御力は強いということで。よし。ところどころ飛び出てる方がいいかもしれないし。オッケー。足りる？余裕で足りそうだな。むしろオーバーしそうだな。レベル24、いいね。また飛び出ちゃった。スタミナ回復したから切ってみようか。うん、この隙間どうしようかな。隙間から来た時はこの家との隙間ねから来た時はやめるかな。こっち置いたらちょっとさ取りにくいかな。うわうわって毎回なりそう。まあいいかなったよ。いやいやここどれぐらい弱体化されたからだよね。本当はね、ウッドスパイク、ウッドログ、これにしようか迷ったんだよね。これじゃあさ、ちょっと足りない気がして、今は。やるべきじゃないなって。この金網やっぱり生かしたいもんね。もしかして拾えたりすんのかなこれ。今回なんかアイテムいろいろ拾えるもんね。なんだっけ、鉄パイプも拾えたし、工場の中にある配管、配管拾えたのはすごく嬉しいことだよね。ちょっとなんか面白いの作れるかもしれないし、センスがないから作らないと思うけど。結構かかるな時間。でもまあいいか、すぐ終わるか。思ったよりかかってないかも。これだけでもう一日は絶対取られると思ってたからね。オッケー。じゃあちょっとだけ一列だけね。よしこれでいいか。こっちもちょっとだけ、これぐらい。よし、どれぐらい食らう？10か。これはゾンビ全然死なないかもな。やばいな。これもちょっと作ってみよう。やって待って待って1個だって。どうしよっかな。ニワトリ倒せる？ああダメだ、逃げられた。
無理だ、やめた。やめた、やめた。今レベル上がってたな。まだかな。お、42きた。クオリティ上のレベル上げます。はい、マックスなりました。100。多分今から拾うもののちょっと気持ち上回しされてます。100だから、この状態なんか漁ってみたいよね。こっちの家は漁ってあるんだよ、もう多分。行くなら内側だな、これとか。いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？おお。残念、なんもねえこの家。ダメだ。ちゃんとした家に行こう一回。うっ。ああ、もう手に持ってたな。よし。カンカンカーンつけたね。ゾンビが左側にいるってことか。あ、これも漁ってあった。よいしょ。ほいっ。結局200って、ドア壊した方が早かったんじゃない？お邪魔します。お願い。今回本の運がないな、ほんとね。つくづく当たりを引かない。当たりを引かないというか本を引かない。当たりは引いてる気がする。コンクリートとかね。なんだっけ、あれ、今なんかやろうとしたんだけど忘れた。あ、そう、これだ。これをスクラップにしとこうと思ったね。お、もしかしてこれ地下室あったりする？うわ、壊れた。このタイミングで壊れるかね。うわ、しかももう性能下がってたし。400ぐらいあったのに40ぐらい下がったんじゃない？だいぶ下がったな。おお、いいね。いいけど、けども今回から特にいらないんだよね。確かこれで健康度上がらなくなったんだよね。上がるんだっけ、それとも。テイク。ショットガンね。確かレシピまだなんだよな。ほら、アセンブルができない。マイキーウォーター。この家ももう漁りきったね。来るのがね。コーヒー、ガンパウダー捨てるか。水を持って沸かそう、後で。家の近く水たまりが少なかった気がする。覚えてるのがないだけか。鹿さんね、倒したいけどな。ヘッドショット一発だったらダメだ。やめやめ。ヘッドショット逃したし。あ、もうじゃあ24分になったんで、今回ここら辺で終わりにしましょうか。どうしようかな。とりあえず一旦帰るか。ね。あ、そうだ。私の動画見てくださってる方で、あのね、
なんてプレイリスト、再生リストっていうのを使ってない方は、もしいっぱい見たいなら使った方が便利ですっていうのをね、ちょっと伝えとこうかなと思いました。動画見て次の動画探してとかめんどくさいんで、説明欄に、この動画の再生リストはここですみたいなリンクがあります。で、その再生リストに飛んだら、もうぶっ続けで、この動画を見ることができるので、探さなくてよくなります。で、私の多分ページのトップからもいけると思うんだよね、再生リストのページに。再生リストのページっつうか、まあ、再生リストに。なんでよろしかったら、再生リストを利用してみてください。ってことかな。それぐらいだね。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。次回は夜だね。夜どうしようかな。ちょっとやることないか。なんか考えて思いついたら再開して、で、何も思いつかなかったら多分朝からになると思います。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画を見てください。セシカでした。